交流分野苦手な人とっても多い。でも基礎がしっかり分かったら、あとそので、それ全部応用できる超簡単な分野なんです。なので、この動画のシリーズでは基礎から順番にやっていきます。そして、基礎の前のさらに基礎の基礎の部分を今回やっていく。やっていく内容はこの4つ。1、大きさとタイミングが分かれば交流は半分精子さも同じ。次、グラフで理解するとさらにこのタイミングの理解が深まる。実行値っていうやつが出てくるんだよね。なんだそいつっていうやつ。そして、このサイン コサインのこの変換結構何かこう,こうまプラス二分のパイマイナス二分のパイいろいろ出てきて変換パッとできないよっていうそこのあなた簡単な方法を教えてあげるからね。ということで。 交流の基礎からやっていきましょうはい、えぜひね概要欄の再生リストからシリーズで順番に見ていくと基礎から入手でき一気にいけるようになってますんで楽しみにしておいてくださいえそれではまず早速交流の発これね大きさとタイミングのところをやっていきますえっ、ー、とね交流ってどうやって作るかっていうとこんな風にしてなってます、はい、N 極 S 極磁場が右にあるね N から出て S に入るそしてこの中でコイルこれ一重だけど輪っかになってたらコイルねそのコイルをくる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 回すわけくるくる回したらコイルの中を貫く磁場がこっち向きになったり裏向き なったら反対向きにね。こっちの面で貫いてたのがこっちの面だから、は磁場がコイルからしたらこっちから来たり、こっちからしたら来たりこうするわけだよね。そう、そんな風にしてすると、磁場の変化を打ち消す。向きにコイルは誘導起電力が発生するじゃないかという話で、今このコイルが角速度オメガでくる。くるくるくる回っているという場面を考えようと。 いう話ですそうすると今角度 θ 傾いている角度 θ 傾いている時の今コイルを貫く磁場を考えていこうなんでかというとファラデーの電磁誘導の法則を使って誘導起電力の大きさを求めたいから OK なのでまずはコイルを貫く磁場を求めようファイイイコール BS だったしかし今 S はちょっと傾いているだから実際貫いた面積はここだから S の θ の値 Scosθ になる、OK、なので磁場、えー、貫く磁場は b s ンシータってなるそして次に、えー、時刻0秒での時の位相この傾きをデルタとすると時刻 t 秒だったら角速度オメガなんだからオメガティータスデルタの角度になっているこの角度のことを位相って言います OK そしてさっきのシータのところに代入した そしてファラデーの電磁誘導の法則 v イコールズマイナス n d φ d t φ を t で微分するってことをやってあげるそうするとこれこんな形に変形していくことができるはいえー、コサイン X の微分はマイナスサイン X だったはいコサイン AX の微分は マイイナス A AX サインっってなったねえこれは数算でやる知識だから分かんない人は、うん、そうなんだと思ってくれそして、えー、計算してきれいにしていくとこの形になるえサインの手前の部分はオメガも B も S も定数だからこれを V0 っていう文字で置いたらこの発電機で発生する電圧は v 0サインオメガ t プラスデルタってなるそれをグラフに書く ちなみにデルタは0とすると書きやすいから0として書くとこんなふうになっている大きさが V0 縦の幅そしてこの形がサインの形なので V0 が大きさサインがタイミングえちなみにこのタイミングのことを正確には位相っていうわけ正確には角度のことを言うんです位相って OK 位相はい でですがササイインンかコサインで実は変わってくのそのことをグラフを使うとはい2番目グラフの話ね例えばデルタが2分の π だったらこれって v v 0 s i n o サインオメガ T オメガ t 長いからオメ e g t って俺言うねオメ o プラス2分の π これってコサインオメティ t になるわけあれ先生角度の部分はオメガ t でさっきと一緒だよさっきと一緒だよ位相は先生さっきと一緒だよでもコサイン形が違うね サインとほら最大の時サインが最大の時コサインは値はゼ0最大や0や最小になるタイミングがサインやコサインでもずれるね正確に言うとここの方が分かりやすいんじゃないかそう何かっていうと0になるタイミングはそう2分の π だけ先にね進んでいると。 いうことになってきますはいということで、えー、同じ、えー、時刻でも位相がこういうことになれば電圧は異なっていくということになるわけですよろしいでしょうかはいなのでここのサインかコサインまで含めて位相タイミングだと思ってくれでこの詳しい話はもうちょっと後ほど分かってくるからふーんって今思ってて OK 次いくねはい次はえっ、ー、とね さっきに変換の話いこっか。さっきさ、これをこう変換したじゃん。これね、変換いろいろあるんだけども、私はこの方法でやっています。おすすめです。はい。これをどうやるかっていうと、はい。みんな覚えてね。このあのさ、x 軸、y 軸があって、角度って、こっからこう回っていくでしょ。数学では。だから、こっから順番に、sin、c o s minus,sin、m i n u s c o s これを覚えてもう一度、せーの。sin、c o s minus,sin、m i n u s c o s はい。みんな言える はい、言えました次今度角度が位相の部分ここがオメティねオメティ。じゃあここはオメティから2分の π 進むからオメティプラス2分の π ここはオメティから π 進むからオメティプラス π ここはオメティから2分の π 戻るからオメティマイナス2分の πOK なのでここサインオメティはい サインオメティ。ここはサインオメティプラス2分の π 正解。ここはサインオメティプラス2分、あ、ッケーここはそう。サインオメティマイナス2分の π。ってことは、サインオメティプラス2分の π は、コサインオメティだよってこと。サインオメティプラス π は、マイナスサインオメティだよって。サインオメティマイナス2分の π は、マイナスコサインだよ。覚えたサインコサインマイナスサインマイナスコサイン。じゃあ問題ね。これ見ないでってね。 サインオメティプラスパイはそう、コサインオメティサインオメティマイナスパイはそう、マイナスコサインオメティサインオメティプラスパイはそう、マイナスサインオメティこんな風にして変換することができる。もう一回自分で練習してね。はい。次。実行値。実行値って何ですかもうこれはおまけです。あのね、消費電力を計算するときに、 消費電力ってさあのまずそもそもこの式で表せたじゃん、えー、消費電力は P イコール VI 電圧と電流の掛け算であるでここに V イコール RI オームの法則を入れて RI2 乗、えー、I イコール R 分の V を代入してあげて R 分の V2 乗こんなふうにして消費電力を計算することができただけども今見てこれ電圧は上がったり下がったりするよ電流も上がったり下がったりするよ っっててことは平均したららどれぐらいのの電圧かかってんのかんなずっと V0 かかってるそうじゃないねそう平均したら大体この0.7倍ぐらいの電圧がかかっていると考えるといいこの0.7倍ぐらいをどうやって計算するんですかって話これはちなみにその平均値みたいな値のことを実行値っていうそして実行値の計算はいろいろあるんだけどもよくこれで説明されることが多い先ほどの V を2乗して 平均したやつをルート取る。いきなり平均しちゃうと、こうこうこうの平均だからゼロになっちゃうでしょ。だから二乗したら全部正の値になって、それを平均したやつのルートを取って戻してあげるってイメージ。そうするとこうなるでしょ。v ゼロの二乗とサインの二乗のなる。そしてサインの二乗をメティっていうのはこれ二分の一引く五サイン二シータになるね。で、このコサインの部分って。 平均ししたらゼロでしょ。だからこれ2分の V 二乗のルートだからルート2分の v そうつまり実行値平均値みたいなやつはルート2分の最大値。電圧流もルート2分の最大値ってなるじゃあそれを使って最後演習しよう家庭用のコンセント 100V の最大電圧はいくらかみんなが言う 100V っていうやつは 大体これは実行値を表してます実行値 OK あのー、電流計とかあるじゃん電流計ねこうやってねピッて針が触れるやつ電流計とか電圧計丸丸計ってやつは大体実行値を大体っていうかもう100%実行値で表してくれるわけだって実際のパワーが大事じゃんってことで 100V って実行値なのよ でさっきの公式ねさっきの公式ここが1 0 0トですで最大電圧はいくらって言われると1 0 0トのルート2倍してあげたらいいねはいで計算していくとたい1 4 1トなんではいみんなのコンセント先生1 0 0ト1 0 0トって言ってるけども最大値は1 4 1トの電圧が出てるプラス141マイナス141っていうのが出てて平均すると100だぜっていうイメージねあくまでも。 ということで、さあ、えー、まずは基礎の部分、押さえていきました。次からはさらに、本質です。本質です。大きさとタイミングの本質に迫ります。お楽しみに。